小学校の頃、海沿いの青少年の家でクラス合宿があった。近くの神社までの道を往復するという肝試しをした後、あとは寝るだけという時間帯がやってきた。怖い思いをした直後の妙なテンションのせいか、僕らは男女合わせて8人のグループで建物の1階の奥にある談話室に集まった。消灯はついさっきのことだったので、まだ先生が見回りに来る可能性があったが、見つからなかった、可能性があったが、見つかったらその時だ、と開き直っていた。なぜならその中に一人、怪談話の得意な奴がいたのだ。普段は目立たないのに、意外な才能というのか、とにかく彼の話す怖い話は、のうのうとした語り口と相まって異様な雰囲気を作り出していた。僕らは夢中になって彼の言葉に耳を傾けた。いや、その場から離れられなかったと言うべきか。畳敷きの談話室は背の低い本棚が壁際に並んでいるだけで、その本棚に車座になった僕らの影がゆらゆらと揺れていた。エンジンの真ん中に彼がろうそくを立てているのだ。いつもは体育の授業も休みがちで、青白い顔をして教室の隅でじっとしているイメージの彼が、その時は僕らを支配していた。誰ももう寝ようなんて言い出さなかった。一人で部屋まで戻れと言われるのが怖かったのだ。淡々と話は進み、女の子たちの顔が次第にこわばっていくのが分かった。男の子の方も半ば強がりで次の話を早くとせがんでいたが、それも恐怖心を好奇心にすり替えようと自分を騙しているのに違いなかった。ふっと話が途切れ、部屋の中に静寂がやってきた。彼はちょっと休憩というように手を挙げ、持ち込んでいた水筒に口をつけて喉を動かしている。と誰かが鼻を鳴らし、連鎖するようにスンスンという音が静まり返った談話室の中に流れた。そんな空気にたまりかねたのか、男の子の一人が無理に明るい口調で言った。こんなゲームしようぜ。みんな目をつぶって、今幽霊がいそうなところを同時に指さすんだ。そんなことを言い出したその子に、男の子も女の子も戸惑ったが、面白そうという彼の一声でやらざるを得ない雰囲気になってしまった。じゃあ潰れよ。言い出しっぺの子がそう言って、僕もいやいや目を閉じた。急に自分の心臓の音が大きくなる。もう指さした？そんな声が聞こえ、慌てて適当に指を指す。いそうなところを感じたわけじゃない。なんだかそれを感じようとするなんてことは、しない方がいいと思ったのだ。目を開けろという声が聞こえて、恐る恐るまぶたを開く。キャッという短い悲鳴がした。ほとんどみんなバラバラの場所を指さしていたが、その中で女の子が二人、ほとんど同じ方向に指を向けていた。やだーなんてふざけて見せているが、声が震えているのが分かった。次の話と彼がぼそりと言って肩を少し突き出す。僕らはろうそくの火に顔を近づけた。車座が小さくなる。また彼の寒気のするような話が始まり、なぜか不思議な余韻の中で終わる。息を吐く音がそれぞれの長さでわずかに聞こえる。また幽霊がいそうなところを指さそう。同じ男の子が言った。ああいいよと強がって別の子が目をつぶる。他のみんなもつられて目を閉じた。少なくともこの僕は一人だけ目を開けているのが怖かった。じゃあ目開けて。そう言われて目を開けると、今度は男女のペアが同じ方向を指さしていた。僕は思わずその白い壁から視線をそらせる。何か見えてしまう気がして。その後も彼が一つ話をするたびに、この霊感実験のようなゲームは行われた。ゲームを言い出した本人も血の気の引いたような顔をしている。けれど誰もやめようとは言わない。全員が抜け出せない繰り返しの輪の中に囚われてしまっているようだった。
そしてやがて気づき始める。指を指す方向がだんだんと揃い始めていること。目を開くたびに息を呑む音がして、みんなの視線がそちらに向く。今度は4人がほぼ同じ方向の窓を指さしていた。厚手のカーテンがしてあって、外の様子は覗けない。きっと外からもろうそくの小さな明かりは見えないだろう。へへへと誰かが照れたような笑い声を漏らした。誰も窓の外、カーテンの向こうを確認しようとはしなかった。みんなそちらからぎこちなく視線をそらすだけだった。次の話と彼がまたひっそりと言った。その彼が喋り始めてすぐに、今までの階段とは違うことに気づいた。真夜中に子供たちが集い、例のいる場所を当てる指差しゲームをする話だった。まるで僕らのことのようだ。1話2話と話が進むにつれ、だんだんと指は揃い始める。2人、3人、4人、5人。そして最後の話が終わったとき、全員の指が同じ場所を向いた。そこで彼の話は終わったはずなのに、みんな息を吐かない。これからその続きが始まるのだ。目をつぶってと彼は言った。誰も逆らえなかった。僕の前にはろうそくの揺らめきだけが闇の中、かげろうのように残っている。僕らが沈み込むように丸く座っている談話室のあらゆる方位がぐにゃぐにゃと動いているような気配がある。どこを指さしてもとても嫌な場所を指さしてしまいそうな予感がした。震えながら手が動く。目を開けてと闇の中から声が聞こえた。そして僕たちは全員が同じ方向を指さしているのを見た。大学1回生の春だった。僕は大学に入って早々に仲良くなった先輩と二人きりで心霊スポットを訪れていた。その人は怪談話の好きだった僕が全くかなわないほどの怪しい知識を持っている怪人物で、僕は彼を師匠と呼び、行く先々について回っていた。この世には説明のつかないことがあるものだな。山本の声が彼方から聞こえる暗闇の中で、小さなランプが僕らの顔を照らしていた。僕のとっておきの体験談を聞き終えて、師匠は一言つぶやいてうなずいたきり反応しなくなった。何も言ってくれないと怖さが増してくる。今いるここは人里を離れ、山道をくねくねと登ってようやくたどり着く、打ち捨てられたようなプレハブ小屋だった。いろいろな資材らしきものが散乱し、荒れ放題に荒れていたが、中は広い。ブルーシートの埃を払ってその上に座っていたが、何もない空間が体の外側に張り付いて無性に冷える。心霊スポットに座って怪談話に興じるという無茶をよくやれたものだと思う。話している最中から変な気分だった。ここには二人しかいないはずなのに、もっと多くの気配が聞き耳を立てているような気がしていた。その指差しゲームは初めてだったんだな。ようやく師匠が口を開いた。そうです。多分みんなも。それがどうかしましたか？師匠は目を細めながら口元を緩めた。最後、みんながどこを指差したか当ててやろうか。驚いた。そして同時に、その談話室の中の詳しい様子を説明して、ね、していないんだから、わかるはずはないと思った。お前の話だけでわかる。師匠はさも当然のように言い切った。僕は少し緊張する。わかるはずはない。けれど、不気味な雰囲気の漂う夜のプレハブ小屋の中では、その確信が揺らぐ。ランプの周りを飛ぶ小さなハムシの音を聞きながら、暗闇に浮かび上がる顔を見つめる。全員、その怪談話をした彼を指さした。
そう言いながら師匠は僕の眉間のあたりに指を向け、ついでその指を隠すように握り込む。と、言いたいところだが違う。なぜならと続ける。お前は一度もそのゲームを真剣にやろうとしていない。例の気配を探すなんてことは恐ろしくてできないからだ。むしろ自分の指がそんな場所を指すことを恐れている。他の人と同じ方向を指さしてしまえば、本当にそこに霊がいるような恐怖心を抱いてしまう。そう思っている。だから逆に何もない場所を指ささなくてはならない。という脅迫観念にとらわれてしまうことは想像に難くない。そしてそれはゲームが進むにつれて、その場のみんなの共通意識になっていった。師匠の言葉は揺らぎのない不思議な自信に満ちていた。最初に女の子二人の指が揃った後、多分みんなこう思った。もう一度あの方向に揃うのは怖すぎると。だから意識的に、あるいは無意識にその方向を避けた。そしておそらくその方向から全く離れた場所、例えば反対方向に偶然別の男の子と女の子が指を揃えてしまう。そしてみんなは思う。あそこもダメだと。また指をさせる方位が減る。自然、次に指が揃う確率が上がる。繰り返せば繰り返すほど。すっすと文字を書くように指を虚空に走らせながら師匠はプレハブ小屋の中を見ます。そして彼が今の自分たちの置かれた状況とそっくりな会談を始める。これは反則だ。どんなに怖くてもお話の中というフィルターが外され、会談が現実を侵食し始める。子供たちの心が恐怖で満たされていったことは間違いない。そしてたった一つの脅迫観念に支配される。次は絶対に他の人と同じ方向を指さしてはいけないと。まして彼の語った会談の結末である全員が同じ場所を指すなんてことは絶対にあってはならない。師匠は指を下ろし、そのまま頭を垂れた。だからみんな目を閉じたまま考えた。絶対に他のみんなが指ささない場所、そんな方向に霊がいるはずがない場所、いそうだなんて思いつかない場所。不意に寒気がした。まさか師匠には分かってしまうのか。そこは、その談話室は1階にあった。だから、師匠は顔を上げて右手を突き出し、その人差し指をゆっくりと真下に向ける。みんな、下を指した。その言葉を聞いた瞬間、頭の中に鮮明な記憶が蘇った。女の子の悲鳴、男の子の悲鳴、バタバタとどこへともなく逃げ惑う足音。全員の指が下を向いたとき、僕は得体の知れない金切り声を耳元で聞いた気がした。背中に重くて冷たい液体が流し込まれたような気がした。とにかくその場を離れようとして誰かにぶつかった。転んだ僕の目に、ろうそくの前で驚愕の表情を浮かべて硬直する彼の姿があった。やがて談話室からわめきながら数人が飛び出していき、その騒ぎを聞きつけて先生が寝巻き姿で走ってきた。僕らは散々に怒られ、一発ずつビンタを頂戴した。特に、ろうそくを持ち込んだ彼は、先生の部屋に担がれるように連れて行かれてしまった。怪談話をしていた時の落ち着き払った態度は消え失せ、ごめんなさい、ごめんなさいと泣きわめいていた。よく、わかりましたね。そう言うしかなかった。改めてこの人はすごい人だと思った。おそらく全員の指は厳密にはバラバラだったはずだ。自分の真下や畳の上のどこか。いずれにせよ、それまでに二人以上が同じ方向を指さしてしまったようには揃っていなかったと思う。でも、目を開けて他の子の指が向いている方向を見たとき、みんなの意識は、下というその記号だけを認知していた。そう指摘されて初めて気づいた。確かに指は揃っていなかった。なのに、揃ったと錯覚していた。
思い込みの強い子供にそのゲームは酷だったな。師匠は口元だけで笑った。僕は左腕をさすりながら肩を縮める。あの恐怖体験にそんな心理トリックが隠れていたなんて。ふと頭の中にわずかな引っかかりを覚えた。あれ？だとすると変だ。この世には説明のつかないことがあるものだなって言いませんでしたか？僕の話を聞き終えた後、確かに師匠はそう言った。しかしその直後、見事に心理的な説明がついてしまった。あの時にはすべて飲み込んだ言葉のように聞こえたのに、なんだかあっけない。誰がその話のオチのことだって言った？師匠がゆっくりと言葉を吐く。その瞬間、ぞくりと肌が泡立った。ランプの炎明かりの中で首を巡らせて、蜘蛛の巣が煙のように覆っている小屋の四隅に視線をやりながら師匠は語り始めた。ここは倒産した土建会社の資材置き場だったらしい。それがどうして心霊スポットになったのか、まだ話してなかったな。まああっさり言うと、社長がここで首をくくったんだ。そこの柱にネクタイを巻きつけてな。ランプをそちらに向ける。何かおぞましいものでも見たように僕は思わず身を引いた。で、その後夜中に小屋の前を通ると、窓の内側に誰か立ってるのが見えるって噂が立った。その窓の向こうの人影は異様に首が長いんだと。死んだ社長が浮かばれない自爆霊になって、今もこのプレハブ小屋の中をさまよってるっていう話だ。ところが、と師匠は一拍置いた。社長が首をくくった理由をたどっていくと、面白い別の噂に突き当たる。カタンとランプを置いて立ち上がった。ブルーシートから出て地面の上を円を描くように歩き始める。土建会社が倒産したのは資金繰りが悪化して不当たりを出したからだが、その資金繰り悪化にとどめを刺したのが、ずさんな設計で始まった地元の自治体の公共工事を最低制限価格ギリギリで落札してしまったことだ。設計の通り行おうとする限り工事は遅れに遅れ、自治体の担当とのやり取りを繰り返しながらキャッシュフローが目に見えてよどんでくる。なんとか工事は終え、自治体からの支払いも完了したが、その頃には土建会社としての足腰はボロボロに。そしてその1年後に倒産という流れになるんだが、実はその公共工事の最中にある事件が起こっていた。ピタリと師匠は足を止める。基礎工事をするために地面を掘り返していた時のことだ。現場監督と数人の作業員が土の下から何かの異物らしきものを見つけてしまった。通常、貝塚やら古代人の遺構なんかの異物を見つけた者には教育委員会に報告する義務が生じる。しかし、これが工事をする会社には厄介な代物で、一通りの調査が終わるまでは工事を中断せざるを得ないし、場合によっては工事そのものが中止されることもある。体力のない中小の土建会社にとっては死活問題だ。だからその報告を現場監督から受けた社長は、異物発見の事実を隠すことを指示した。そしてその掘り起こされた異物は密かに別の場所に運び込まれ埋め直された。もちろんその土建会社の私有地だ。すぐ後でその土地の上にまるで覆いをするようプレハブ小屋が建てられる。資材置き場として使われていたが、やがて土建会社が倒産の打ち目に遭い、社長はそこで首をくくって死ぬ。つまりここだ。師匠は静かに言った。空気の流れがほんの少し変わったのか、小屋の隅に積まれた藁の束から据えた匂いが漂ってくる。ゾクゾクとなんだかわからない寒気が足元から這い上がっていたような気がした。一体掘り出してしまったものは何だったのか、それは伝わっていない。この噂自体、工期を動かしていた作業員からのまた聞きで、土建会社の元従業員たちの間に密かに囁かれていたものらしい。ただ、会社の倒産も社長の死も、その異物の呪いによるものではないかと噂されている。見つけてはいけないものを見つけてしまい、
それをもう一度埋めてしまうなんていうとんでもないことをしたからだと。社長が首をくくったのが本社や他の施設ではなく、この山奥の資材置き場だったなんて、それだけで因縁めいてるじゃないか。師匠は柱のそばに立ってそれを撫でた。社長がネクタイを巻きつけたという柱だ。そしてその社長の霊が未だにここに囚われているというのも、底知れない暗い重力のようなものを感じさせる。さっきから遠くなったり近くなったりしながら耳鳴りのようなものがしている。僕は耳を塞ぎ、叫びたくなるのを必死でこらえ、それでも師匠の口元から目がそらせない。何かが立ち上ってくる。目に見えない何かが。お前はこのプレハブ小屋にまつわる話を全く聞いていない段階で、特にお題もなく怪談話をするのに、わざわざその小学校の頃の体験談をした。まるで選んだように。だから言ったんだ。この世には説明のつかないことがあるって。師匠は足音も立てず、僕の前にもう一度座った。さあ、目を閉じて。指をさそうか。以上。